初めて見た。うん。皆さんこんにちは、大輝です。今日はこのお魚、珍しい魚ですよね。ネギダイ、ネギダイって言います。皮がこう、皮剥ぎみたいに、わかるかな、サラダとした感じ。別名三の字っていうんですよ。このね、黒い、1、3。数字の3みたいでしょ。で、三の字っていう。この魚を今日は、お刺身にしていきたいと思います。はじめに内臓と頭を落としていきます。色がちょっとね、刃が切れないと最初の入りがよいしょ悪いよね。よいしょ。はい、腹骨取ってきます。
柵が取れましたね。こちらが中骨ですね。で今日はここをね、お刺身にしていきますね。煮座鯛の身をこのように置いてました。で、煮座鯛なんですけど、すごく油があるので、ちょっと生で食べるよりも洗いにした方がいいですね。これは洗いにしますね。氷水でね、一気に洗ってあげてください。そうするとね、表面の油も取れますから。でね、ちょっとこういう風にちょっと濁ればいいですね。